多いね。それで他のものができた。よいしょ、はい、できました。すごい料理だ。すごいすごい、作りすぎ。大丈夫、みんな食べれる。すごい作りすぎ。作りすぎ。頑張ってるね、うん、でもまずはこれね、一番最後に作ったんですけど、お安いお肉を高く見せようっていう、すごい美味しいですよ。そう、これニンニクを塗り込んで、チー油で炒めるっていう感じですね。しっかりと肉通します。それでこちら刺し盛りです。一番最初に私作って冷蔵庫に入れさせていただきました。と飾りキュウリもありますよ。よいしょ。で隣、じゃーん、奥様作、ちゃん作の、はい、スパニッシュオムレツです。今のはうちの嫁なので、レプちゃんではありません。はい、次、ドン。はい、これ私のいつもの得意料理ですね。手羽元とうまぎ、にんじんと大根入ってます。はい、じゃあ、もりちゃんが作ってくれた最初から煮込んでいたドン、角煮、すごく美味しそう。卵がすごい色してますよね。うん、すごい色してる。はい、これが、じゃあうちの嫁ですね、ベジ嫁の人参しりしり、こんな感じです。で、はい、これ余り物で作った焼肉のタレ炒め。はい、次、これ最後かな。もりちゃんが作ってくれた、これはあんかけ焼きそば。大丈夫だ。うん、すごく美味しい。そう、まだ食べてないからね。はい、それでは皆さんでいただきたいと思います。よだれ鶏だった。よだれ鶏、よだれ鶏、名前が、これがよだれ鶏。さっきこれ取ったっけ。これがよだれ鶏。そうそうそう、風ね、風、よだれ鶏、風いい感じ。よし、こんな感じかな。よし、ちょっと私、顔映っても大丈夫。私一番手前です。取れるようなお箸も用意しましたよ。さあ、いいのかな。それでは、今日はいろいろと作らさせていただきました。こんな感じです。それでは味を試していきたいと思います。それでは手を合わせていただきます。いただきます。いただきます。よいしょ。じゃあちょっと食べていって、途中で止めて一気に食べよう。最初はどれくらいかな。ここはね、ちょっと最後に最初に作ったお肉を取ってもらって、これはね、すごく美味しいんですよ。ニンニク味、あ、いいですね。うん、醤油味、ニンニク味のお肉、すっげーうまい。わさびの、わさびが、あ、そう、あ、なるほど。じゃあ、ここに醤油入れるとけば。なるほど、良い考え。使えるでしょ。まあ、そうだね。お父ちゃん、うん、ベジさん、すごい量入れるから。わさび、すごい量入れるんですよ。回転寿司行きますでしょ。あのわさび、最初に5個ぐらい。それでも、ベタベタにしたり。すごい。私はこのね、これが気になっていたんです。はい、それが、ちょっとこれね、どうぞ食べてみるでしょ。みんなの食べて声出してくれたね。え、さあこれを食べて、あ、ドキドキ。僕はすいません、いきなり角煮と、あー、なんてこと。いただき、角煮と卵をもう一気にいっちゃう。パリパリのうちにこの焼きそばを食べたい。あ、そうだね。パリパリ焼きそばがいいんだけどね。食べる。いただきます。行ってみて。これ確認。あ、ちょっと転がるわ。へへ、確認ね。食べちゃうよ。どうだ。いただきます。うん、染みてる染みてる。
この時間で十分染みてる。うん。美味しい。十分染みてる。大丈夫大丈夫。すげえうまい。うん。これね。焼きそばパリパリ。うん。うん。パリパリのとこめっちゃ美味しい。確認だ。だから明日だろうね、美味しいよね。うんうん、明日だろうね、美味しい。一日ね、いつもね、も晩ご飯、晩ご飯食べた後に作って、うん、次の日の晩ご飯に食べる。うん、これすごく美味しいよ、うん。これめっちゃ楽で美味しくない？うん、めちゃくちゃ美味しいです。あのこれは真似させていただきます。これ白だしだけ。あ、と本当に野菜炒め作って、うん、白だし入れるだけ。味付けは、うん、すごく美味しい。白だしどのタイミングで入れるのか。野菜炒め作って、うん、お湯入れて、うん、その後、うんうんうん、で、水溶き片栗粉で、うん、あのとろみつけて終わり。で、あとはちょっと多めの油と、うん、風味付けにごま油ちょっと入れて、うん、あの揚げ焼きみたいな、両面揚げ焼きして、うん、でもそれ乗っけて、それ半分上からと、うん、で、これ余ったらご飯にかければ中華丼になる。うんうん、ご飯絶対合うね、これね。そうだ、パスルーチェンサーね。子供のご飯食べてる人ちょっと、お箸ひっくり返す。あ、いいよ、いっぱい取れる。これ、取る顔ね、今すごい美味しい、それ、うん、それぜひ今自分一人で食べた。私、このやばいと思って超うまそうな、うん、イエーイ、私もスパニッシュオムレツください。味が薄かったら、ケチャップを。あ、なるほど、そういういいものも。ありがとうございます。本当にどんぶりやった。いらんの？何を？米？うん、あとで考えるかな。今日なんか多いもんね、ご飯が多い、うん、ありがとうございます。はい、スパニッシュオムレツを。何？いただきます。皮がいい。いただきます。イエーイ、いただきます。うん、これ食いたいんだ。うわ、何もいらない。うんうん、そのまんまだ。そのまんまで、すごい、うん、なんか逆にこのまんまが好きだな。あ、でもさ、これ、うん、確かにケチャップすごい美味しいと思うよ、うんうん。あ、出てきた、でっかいの出てきた、でっかいの。ありがとうございます。やっぱ絶対美味しい。このままで十分だ。うんうん、このままでもなんかお弁当にこっつい入れたい、うん、すごい美味しい。宝はまだ取ってあります。だから後で食べる。宝が、うん、わーい。そしてケチャップを。うん、美味しい。甘酸っぱくてうまい。美味しい。うん、はい、ということで今日はお邪魔して、料理をいっぱい作ってもらいました。すごく美味しいです。これからちょっと皆さんで、食べていきたいと思います。すごく楽しかったですよ、うん、料理も私もね、1品、2品、3品、4品5品ぐらい作ったのかな、うん、十分、うん、刺し盛り肉のさんよ。あ、そうだね、4品か5品作りました。またこれね、動画の方で説明しますけど、今日は、みんなで一生懸命ワイワイ作ったので、なかなか内容量わかんないです。顔もちょっと違ってますけどね、こんな感じです、うん、それではまた編集して動画アップしますんで、今からゆっくり食べます。バイバーイ。